ユーカリ農家の千住院に来ました。ここは、紅梅と白梅で、有名なところです。でここの紅梅は特に非常に赤い花が咲きます。まさに深紅と言ってよろしいでしょう。本当に赤い梅が咲くので綺麗だと思います。少し覗いてみますとまだつぼみが多いなですが、これから満開になってくると思います。今日は3月10日、失礼しました、11日ですけども、まだこれから梅が咲いてくるというふうな状態です。